今日はですね、餃子に挑戦したいと思います。神戸に来ましてジャンキー29さんに、来ました。今日のシェフは山本シェフです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お店の餃子をですね、はい、お家で作れないかなと。はいはい。僕も家で結構餃子は作ったりするんですけども、やっぱりお店の味をお家で作りたいと思うんですけど、できそうですか？あ、できます。でも結構こう、はい、材料見たら、はい、そんな特殊なのは、ね、特殊なのは使ってないですよね。で、はい、はい、じゃあ一応材料の紹介をしていただけますか？かしこまりました。じゃあお肉と、はい、普通の豚のミンチですね。はい、はい、で、神戸牛ジャンキー29、神戸牛を使っているお店なので、こちら神戸牛のミンチで混ぜてみてます、うん、あと、こちらがキャベツのみじん切り、はい、あとこちらニラですね、うん、と玉ねぎ、うん、こちら白ネギ、うんうんうん、こちら牛脂ですね、うん、と片栗粉、うん、で、調味料の方が、砂糖、うん、八丁味噌、八丁味噌、はい、オイスターソース、うん、生姜、はい、ホワイトペッパーと塩、うんうん、あと、こちらごま油、醤油ですね。はい、わかりました。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、お願いします。はい、ではひとまず肉と、野菜に分けて、はい、ちょっと仕込みというかやっていきます。はい、では肉ですね、うん、じゃこちらを入れてもらって、はい、よかった。はい、でこちらも、はい、このごま油以外、はい、以外ですね、この5種類を中に、はい、入れる順番はどれでもいいですか？どれでもいいです。ごま以外、はい、はい、はい、ありがとうございます。あとはもう、もう、もう、はい、うん、これちなみに何人前ぐらいになるんですか？何人前、これか結構多くて、うん、あ、そうか、でも肉の入れる分量にも入れますか？そうですね、これは30個ぐらい、2、30個できるんでしょうか。うん、はい、こんなものですか？はい、そんなもので、はい、牛脂も入れてもらって、はい、牛脂も、はい、牛脂は普通の餃子には入れてない？そうですね、入ってないと思います。入ってないですよね、はい、これ入れるとどうなるんですか？こういうって特徴が油なんで、うん、その牛脂入れることによって昆布牛の特徴が出るっていう感じですね。風味とか、よし、こんなもんかな。はい、そんなもんです。はい、ありがとうございます。はい、続きまして野菜を、はい、はい、野菜、はい、軽くこう混ぜるだけでいいんですか？そうですね、はい、片栗粉、はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次、ここで
先を混ぜた肉をこの野菜の中に入れてください。はい、で、どうです？で、全体的に混ざったですよね。はい、ますね。見た目で多分分かると思う。ね、なんかね、これも包んで良さそうやなって分かりました。で、最後にこのごま油で風味をつけます。はい。これも入れる？はい、入れてください。で、軽く混ぜてください。はい、はい、そうですね。で、これを用意したんですけど、はい、こちらのリードペーパーを、うん、あの水で湿らしたの、はい、お皿に敷いてます、うん、で、これをこの上に乗せます、はい、で、これ湿った状態になっているん で、うん、でそのまま進めるという、そういう感じですね。なるほど、はい、手でやっぱり水でこうやるよりもなんかいいことがあるんですか？まあ、全体的に、水やったらつけすぎたりとか。あります。よくします。そうですね。はい、それがなくなって、こう、つけすぎて、なんていうんですか、破れたりとか、たまにあると思うんですけど、これはそれがなくなるっていう。へぇー。よし。ここら辺で。はい。こうに混ぜます。うん、この片っぽだけをこういうふうに火だとするというか、おう、3回、はい、おう、3回、これ、おう、で、置くときもこれだったら焼くときにちょっと倒れちゃうかもしれないので、うん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 、ギュッとこの腰ちょっと押し付けて、押し付けるというか、なるほどなるほど、座りが変わる、なるほどね、はい、片っぽだけ、はい、うん、はい、ゲットしてはい、どうです？いいんちゃいます？いいと思います。完璧です。うまや。餃子作りで子供とやったら結構盛り上がるんです。盛り上がりますね。OK、 はい、OK です。じゃあできた。ちょっとできました。じゃーん、よし、焼いていきましょうか。はい、はい、うん、はい、では、フライパンに、フライパンの温度をちょっとだけ上げてから、はい、油引きます。まずは強火で。そうですね、最初はい、基本的にちょっと強火でいいと思いますけど、温度上がりすぎるんで、ちょっと外火を、この火がちょっと強すぎるんで、うん、はい、外火でかけしてます、はい、あとこちらサラダ油を、はい、結構いっぱい入れました。そうですね、結構ちょっと多いかなっていうぐらい入れた方がいいです、うん、あと、この餃子を並べていただいて、はい、はい、真ん中に、端っこに、円になる、円になります。3個3個でいきましょうか。はい、はい、で、置いたらちょっとだけギュッと押してもらってな。はい、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 で、こちらお湯なんですけど、うん、これをザーッと入れてもらって、こんなにもか、はい、300cc ぐらい、うわ、はい、ザーッと入れて、はい、もうこんなに入れるんですか。こんなに入れてます。じゃあいつも家でやってるのめっちゃ少ないわ。結構大ぶり餃子なんです。結構多めに水じゃなくてお湯なんですね。お湯ですね。
水でもいいんですけど、鉄板の温度がちょっと下がる。ああ、下がるからね。なるほど。で、こっから約6分ぐらい。6分、はい、6分したら水がなくなってるってことですか。ほとんどなくなってます。はい、じゃなくなるところがサインですね。はい、でちょっとこのぐらい、残り1分とかになったら、はい、ちょっと蓋を開けてもらって、うん、ですね、この油を上に、で、かけることによって油で焼き目の部分をカリッと、うん、カリッとした焼き目がつくように揚げてるみたいな感じで、油で。で、まあこのぐらいで完成です。いいですか。はい、完成いきますよ。じゃーん、うわ、いい色になってる。はい、いただきます。できました。なんか一個がすごく大きい。泡がボリボリじゃないけど、まずうん、全然違う。うん、なんか違う、全然違うぞ家のやつと。なんで味噌、あ、肉、肉、神戸牛ん？何が違うんやろ。お肉がすごい弾力が、皮も違う、皮違いますよね。ねえ、皮も違うし、お肉がなんかプリプリしてるな。おいしいわ。餃子大成功。皆さんもぜひ挑戦してみてください。あの、材料は至ってシンプルなんで、材料を間違えずに、で、油かけるタイミングとか、蓋開けたらダメだよとか、その辺を守っていただけたら同じ味になると思いますので、ぜひ挑戦してみてください。ありがとうございました。